皆さんこんにちは、八田エミリーと申します。今日もデトロイトやっていきましょう。おお、2038年11月5日、めちゃくちゃ雨だ。またいつも11月5日じゃない。なんか電車めっちゃ近未来。コーヒーショップいかつい。長いバスが来ました。デトロイト用のバスかな。めっちゃかっこいいよねこの世界で。横断歩道もなんか青いライトついてる。すごっ。これは人間。あ、そっかそっか、このカーラ親子ね。終点だよ。カーラも寝るんだ。終点ですか。ああ、降りてくれ。あ、アリス親密。あ、起こす。起きて起きて。降りないと。アリス唇プルプル。立ち上がる。おお。バスを降りる。はい、わかりました。こっち後ろ行けないのか。ここに残りたいと伝われる。泊まれる場所を聞こう。場所。どこかに泊まれる場所はありませんか。場所ないもんね。二人の居場所。泊まれる場所ないって。仕方ない。降りるしかないな。あー悲しいよ。雨。風邪ひいちゃう、アリスが。あ、めっちゃ寒そう。アリス平気？11月だもんね。泊まれる場所を見つけようね。夜だし。え、泊まれる場所見つけんの今から。一晩泊まれる場所を見つける。アリス急ぎましょう。え、このアンドロイドに聞いてみようよ。話す。こんにちは。あ、怖い。どこかこの辺りに泊まれる場所はない？あ、めちゃくちゃアンドロイドになってる。カーラと全然違うじゃん。あ、あそこなんかある。車とか通ってないね。よし、じゃあ調べよう。見る。ここは空き家ね。雨宿りはできる。ちょっと怖いよ。ここ。私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけ。ここなら見つからないでしょ。ワイヤーカッターがあればフェンスを破れる。ハイヤーに侵入する。ワイヤーカッター、あのドラッグにありそうじゃない。お店やってなさそうだけどね。ここ。何これ。ワイヤーカッター入れないか？どこだ？あそこホテルあるけど。アリスどこ行くの？じゃこの人に聞いてみようかな。あ、ダメだった。アリスの面倒を見る。あ、ここね、アリス。アリス、体が冷え切ってる。平気だよ。寒くない。困ってるのか。お、来た。アンドロイド。行く当てがないの。この人を頼るといい。この人？あなたのこと？あ、違った。すごい、かっこいい。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。あ、
った。グリーンデトロイト。行こうアリス。どこ行ったらいいの？あそこいいじゃん、24。コンビニあれ。ここに売ってそうじゃない？買った。ね、ワイヤーカッター。お店はまだ開いてる。中に入りましょう。ここなら寒くない。助けを求める。話す。何の用だ？あ、私たち行くあてがないんです、はい、少しお金を恵んでもらえませんか？おい、あ、ホームレスなアンドロイド。冗談きついぜ。助けて。ここはコンビニで慈善団体のオフィスじゃないんだよ。めっちゃ動物のニュースやってるね。買い物するんじゃないならさっさと出ていけ。どうする？レジから盗む？計画を考える？うわ、ちょっと一応あたり見てみよう。すごい。あ、ぬいぐるみアリスを安心させるために。あ、あんじゃん、アリスのおもちゃ盗もう。めちゃくちゃ悪いやつ。どこに入れた今？あとはこれ L1 ジュース。ジュースも盗んじゃう。めちゃくちゃ悪いことしてるよ今。カッターないかな。こう缶詰、お腹空いてるもんね。あ、チョコいいじゃん。チョコアリスに食べ物与える。盗もうよ。あ、おい、やばい、お前何してんだ。ほらさっさと戻せ。バレてる。戻す。戻しちゃおう。戻そう。アリスがめちゃくちゃ見てる。ごめんなさい、私分かったから、さっさと店から出ていけ。どうするこれ。あ、行きましょう。出るんだ。ぬいぐるみゲットしたよね。でもうー、大丈夫よ、泊まれる場所は見つけるから。お金ないからね。カッターどこで見つけれるんだろう。あそこ行ってみる、あのホテル。こっちね。40ドルって書いてあるけど。あ、ノーアンドロイドって書いてある。ダメじゃん。入らないの？お金も持っていないし、この服のままじゃ泊まれないの。アリスだけ泊まらせなよ。40ドルを手に入れる？嘘。この洗濯機のところ、これどうやって入るんだ？ここはどう？人がいるよ。入る。お金をしないかな。ここだったら温まれるわね。そうだね。とりあえず温まろう。なんか音楽聴いてる。服を着替える。服あんじゃん。プログラムコンプリート。着れそうじゃないこれ。めっちゃかっこいいね、アリス用の乾いた服。開けよ、目の前に。何してるの？私たちのじゃないよ。分かってアリス、暖かい服と私の着替えが必要なのよ。うん、盗むなんてそんなのダメ。うわ、罪悪感との戦い。うわ、ぬ、ごめんね、アリス。でもこうするしかないの。目の前の人だけど。手に取る。急げ急げ。あ、逃げろ逃げろ逃げろ。ナイス。
上着も取るの、もしかして。うわ、取れるか。うわ、取れた取れた。これも R2。 うわ、大丈夫。絶対監視カメラありそうだけどね、こんな発達してたら。よし、よし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 、これで着替えよ着替えよ。怖い、ドキドキする。あ、やばい。おー、びっくりした。あ、もうかわいい、アリスとカーラ。よし、これでとりあえず。待って、これ読むって書いてあったね。読む。センチュリー、三ツ橋の過労死。あ、蜂の過労死についてで、ね、過労死してんだ。よし、じゃあ行こっか。めっちゃかっこいいね、タッチパネルとか。本当になりそう、いつかコインランドリーにタッチパネルってそんないらんかもしれんけど。あー、ごめんね。よし、じゃあこの黄色いとこ行ってみよう。廃車で過ごすっていうのもあり。入れる。おお、ここだと絶対人目つかないよね。怖いけど、ちょっと。うわ、ブルブルってなった。こう、なんかいろいろあるな。これカッターじゃない、もしかして。おお、なんか良さそうなの見つけた。ピンチ、ピンチ見つけたぞ。こっちは何だろう。切る切る。ヘイヘイ。カーラは強いからね。すごい。よーし、おお、できたできた。大丈夫？血いてた？かすり傷よ、気をつけて。ああ、おお、力持ち。よし、大丈夫。ちょっと見てみるだけ。ここは安全かしら。入り口を見つける。え、なんか土砂の水が流れてない？あ、ここなんかあるね。引っ張る。うわ、開けれないか。ここは見る。めちゃくちゃ怖くない、こん中。大丈夫？開けれるかな？開かない？アリス？アリスがいない。え？アリスどこ行った？うわ！ちょっと何してるの？びっくりした。お客はいらないってやつらは、ラルフをいじめる。え？ラルフ？自分もアンドロイド。見て、私もアンドロイドよ。怖がらないでいい。おお。一晩だけ止めてほしいの。変わったね、色。客は危険だ。ラルフに。ラルフってなんだ。こんなことをした。おお、あなたがラルフね。すごいひどい目に遭ってる。どうしよう。安心させよ。心配しないでいいわ。うん。
傷つけたりしないから約束する。なんかみんな傷ついてるね、アンドロイドたち。たまに制御が効かなくなるんだ。怖くなってたまに悪いことしてしまう。うん、ひどい目に遭ってきたんだ。痛そう。また同じ目に遭うのが怖いんだよ。わかるよ。止まっていけばいい。お、手出しはしない。本当？とどまる。わかった。今晩だけでいい。え、やばいやばい。ほら。やばい。危険な香りがする。こっちだ。なんかワクワクしてない？逃げてからずっとここにいる。外に出ないからバレてないんだよ。たまに人間が入ってくるんだ。けどそういう時は隠れてるけどね。待って、アリス？アリスとは喋れないか。入って。待って、ラルフめっちゃ危険なんだけど。おいで。住んでるのラルフだけ？ゆっくりしていってくれ。怖くない？ラルフは隣の部屋にいる。一緒にいたいけど。やることがあるから。やること？怪しすぎる。明日になったらもっといい場所を見つけるわ。洗濯ミスしたかな、また。それじゃあ寝る用意をしましょう。よし、寝る用意するか。火を起こすわね。きっと大丈夫って信じよう。火を起こすね。アリスの寝る場所を用意する。火を起こす。手に取る。新聞で火を起こすね。マッチと木材。こっち？あ、枕っぽいのがあるぞ。よし。まず寝床を作ろっか。よく海外の映画とか見るやつだ。焚き火の暖炉の前で寝るっていうやつ。よし、手に取る。あとは木材か。ここは？あっちか。アリスごめんね。木材あった。じゃあ火を起こそうか。これでだいぶ暖かくなると思うよ。怖いんだけど。ラルフ急に来そうね。あ、ヒン。よし、一発。お、来た来た。アリス、さあ寝ましょう。よし。粗末だけどでも暖かくはなるはずよ。うん、寝れるかなこれで。話す。パパは私が嫌いなの。どうしていつも怒ってるの？ねえ、わかんないよね。ただ普通に暮らしたいだけなのに。うん、わかる。私がいけない子なの。悪い子だった。だからいつも怒られるの。そんなことない。家族になりたいだけなのに。うん、愛してほしいだけなのに。幸せになっちゃダメなの。ああ、幸せになるべき。置いてったりしないよね。ねえ、約束して。や、約束する。約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒。ずっと一緒よ。だってカーラいなくなったら終わりだよね、アリス。だんだん人間の心が芽生えてきた、カーラも。
私もハグしとこう一緒に。アリス、ほらもう寝ないと。あー、ラルフに殺されまれませんように。キスする。日本にはない習慣。アリスと横になる。安心させてあげよう。よし、これで大丈夫。いいじゃんいいじゃん、いい感じだよ今のところ。カーラも寝んのかな。親密。よしよしよし、おやすみおやすみ。あーよかったよかった、殺されなかった、よかった。結構いいんじゃな い今の展開。よかったよね。今25分。じゃあ今日はこの辺でキリいとこでやめようと思います。また次回すぐに出すのでお楽しみに。じゃあまた動画見てくれたら嬉しいです。じゃあまたねー。